はい、皆さんこんにちは。3分コードです。この番組では3分間でいろんな話をしたいなという番組です。今日はですね、これについてお話したいなと思ってます。3分間、はい、あのね、環境工学と生物工学ね、環境工学でも生物を使って浄化するって結構あるんです。で、それをやってるとよくね、質問があったんですけれども、じゃあ環境工学と生物工学どう違うのというのが結構あったんですね。で、それについて今日はね、お話したいなと思うんですけれども、この環境工学でもですね、先ほど言いましたように、生物を微生物を使って生物を使ってとかですね、を環境浄化するっていう技術が結構あるんですね。活性炉で我々の、下水道、下水処理もその微生物を使って、まあ、生物ですね、微生物だけじゃないですけども、生物を使ってきれいにしてるんですね。で、土の増上化もそうです。バイオレミディエーションっていうんですけども、バイオレミディエーションっていうんですけどもね、それも、実はその菌を使って、微生物を使って、きれいにしてると。で、植物を使ったきれいにする仕方もあるんです。これはファイトレミディエーションというんですけどね。そう、じゃあそうするとどう違うのっていう話になっていくんですけども、あのね、この生物工学は生物だけを使ってはるんですね、どこまでも。けど環境工学は生物だけじゃなくて、化学的処理、物理的処理も混合して考えましょうという考え方なんです。例えば、生物処理がありますよね。生物処理が、ね、で、これだけじゃなくて、まあ、まあ、前か後でもいいんですけども、この行く前後でもいいんですけども、物理的処理入れたりとかですね、で、化学的処理入れたりですね、そうやってコンバイン、この取り込みながら、いろんな技術を作りながら、環境をして、使いながらね、環境をしてきれいにしていこうというのが環境工学なんです。生物工学はどちらかというか、まあ、生物しか使わないですよね。だから生物工学って言うんですけども、その違いなんですよ。だからね、環境工学の方がいろんな技術を使ってやっていこうということなんですね。だから当然生物工学の基礎もいります。ということでですね、そういう違いがあるんですね。だから環境を言ったらね、なかなかね、生物工学、生物だけでは処理でききれないっていう、しききれないっていう結構ある。例えば濃度の薄いやつはとか、むちゃくちゃ濃いやつはなかなか生物が対応でききれない、しきれないというのがあるんですね。そういうところでこういうのをうまくかましてやっていこうという、まあずる賢いような感じですね。まあいいように言えればスマートなんですけどね、という違いです。まあこれも面白いですよ、当然。これはね、もっともっともっと詳しくなりますよね。ということで、両者の違いです。わかりましたかね。ということで、皆さんどっちが興味ありますか。どちらも面白いと思いますよ。ということで、またお会いしましょう。さよなら。